1ヶ月でのモバイルハウス生活、ズバリお金っていうところ、あとですね、まあ、お金からちょっと最後に幸せっていうところにもつながるお話なので、まあ、どんな方にでもこう見ていただける共通のテーマなんじゃないかなというふうに思います。こんにちは、生き方冒険家のなるです。今日はですね、300日間モバイルハウスで過ごした僕がですね、その300日間でどれだけのお金を使ったのかっていう、モバイルハウス生活の家計簿を、お話ししていきたいなと思います。でですね、まあ、お金ですね、まあ、どのくらいかかったのっていうのを、まあ、全部で、4項目に分けてお話ししていきたいなと思っていて、1つ目がいくらかかったの、ズバリいくらかかったのというところ、で2つ目が出費ランキングということでですね、まあ、全部で6カテゴリーに分けたカテゴリーの中でどこにお金が一番かかったのかというお話、3つ目が出費のそのカテゴリー別にじゃあどういうふうにお金がかかったのかということをより詳しく見ていって、まあ、最後にですね、まあ、2020年度はどれくらいのお金がかかるのかという、予想をですねお話ししていきたいなと思います。まあ、今回のテーマはですね、モバイルハウスってなってるんですけども、お金っていうところ、あとですね、まあ、お金からちょっと最後に幸せっていうところにもつながるお話なので、まあ、どんな方にでもこう見ていただける共通のテーマなんじゃないかなというふうに思います。はい、300日間ですね、まあ、ざっくり計算して、まあ、10ヶ月というところなんですけども、10ヶ月での、モバイルハウス生活、ズバリいくらかかったかというとですね、61万円でした。まあ、10ヶ月で61万円ということなんで、まあ、1ヶ月平均するとこちらは 6.1 万円、まあ、1ヶ月あたり、まあ、6.1 万円のお金で生活ができたという感じになってます。まあ、それを、まあ、1年換算したらじゃあいくらになるのかというところなんですけども、まあ、6.1 をかける10にすると 73.2 万円ということでですね、まあ、73万と2000円ですね、が僕の1年間の出費ということが今回分かりました。ちなみにこれを1日平均するといくらかというところなんですけども、ドンドンと野口英世さんが2人ということでですね、まあ、2000円ということが分かりました。まあ、1日2000円ですね。つまり、僕のこの生活であれば、例えば時給800円の、まあ、アルバイトがあったとして、1日 2.5 時間働けば生活していけるという、そんな計算になりました。実際にじゃあ月ごとどのくらいかかったのかということをグラフにしてみたんですけども、こんな感じですね。見ると結構こうばらつきがあるんですけど、まあ、8月ドーンってお金が上がってたりしますね。でこの8月ドーンって上がってるのこれ何っていうところなんですけども、ちょうど8月僕北海道行ってたんですよ。やっぱ北海道行くのに、まあ、フェリー代が 2,3 万円かかったり、まあ、北海道大きいんでやっぱし移動でガソリン代がかさんだりしてっていうところで8月は、出費がこう増えています。はい、で逆にですね、7月と10月、出費が減ってるんですけども、この時は何が起こってたのというところなんですけども、7月10月は逆にですね、まあすごくお世話になったモバイルハウス、を作らせてもらった場所でもある廃材エコビレッジゆるゆるに1ヶ月間滞在してたんですね。まあ、そんな感じでですね、7月は、テレビチャンピオン出させていただいて、モバイルハウス、軽トラサイズでのものをもう一つ目制作して1ヶ月間、10月に関しては、ちょうど台風20号がぶつかってしまって、まあ、ちょっとその周りの土砂崩れなんかのこう災害復興みたいなことを手伝ってて1ヶ月間という形でですね、7月10月はあまり移動がなかったがゆえに、出費が、減っています。まあ、そんな中でですね、まあ、1年の出費、じゃあ結局ガソリンとか、まあ、交通費っていうものにすごくお金がかかるということが分かったところで、交通費を抜くと出費はいくらやったんやっていうところですね、調べてみました。そうしたところ、1年間での交通費抜きの出費が29万1000円ということでですね、まあ、30万円を年間で出費が切るということが分かりました。正直これには僕も驚いて、で1日平均さらにしてみたところですね、なんとドドンということですね、もう秀夫さん一人みたいな、1日1000円で、生活できるっていうことが分かりました。これはですね、まあ、先ほどの同じ通りなんですけども、じゃ時給1000円のアルバイトがあったとして、これを、7時間グワッと1日で働いたと
すればもう1週間、週1日週休6日で、生活できる、まあそんなことが分かりましたね。じゃあ、こういったところで、まあ、ズバリいくらかかったんやっていうところが分かったところでですね、出費ランキングっていうことを見ていきたいなと思います。で、今回出費っていうのはですね、食費、娯楽交際費、で日用品、風呂、で交通費、そして通信費ですねっていう感じに分けました。ちなみに通信費っていうのは僕の中で情報費みたいな感じで、書籍であったりメルマガなんていうのも、通信費の中に入れています。早速ですがトップ3というところをお話ししていきたいなと思います。じゃあ第3位、娯楽交際費だったんですね。はい。で第2位、こちらが食費。はい。そして、第1位が先ほどのねお話ししてこう差し押さえてるかなと思うんですけども、交通費っていうところがかかってました。はい。で、全体の、今の6カテゴリーを、円グラフで表すとこんな感じですね。もうほぼ半分 48% が交通費で占められているっていうことが、分かりました。はい。まあ、それに続いてですね、食費 16%、娯楽交際費 14% で、ほぼ同じで通信費 13% っていう感じになってました。じゃあ実際にそれぞれのカテゴリーが、内訳どういう風になってるのというところを、見ていきたいなと思います。でまず交通費なんですけども、交通費ですね、月ごとのグラフ見ていくとこんな感じですね。もう結構極端で、やっぱ8月9月ですね、北海道行ってたからドーンっていう風に伸びてて、で逆に7月みたいな、7月もはやゼロですけどみたいな感じで、7月はですねやっぱゆるゆるにしばらくおらせてもらったんで、ガソリンも1回も補給してないのかな。はい。なので交通費0円という形になってますね。で、さらにじゃあ交通費内、年間のかかった交通費をグラフで円グラフで見てみたところですね、まあ、96%、まあ、ほぼほぼガソリンがやっぱしかかってるなっていうところですね。まあ、どうしてもこう移動がこの1年間すごく多い、年だったのでガソリン代がかかってました。はい。でドーンってかかったのがまあフェリー代 4%、まあ、その他はいろいろこうなって有料トンネルとかそういう感じですね。まあ、ちなみに、僕は、高速道路は、使わないで1年間過ごしていたので、高速道路代っていうのはかかってないです。じゃあそんな1年間のガソリン代、交通費のほとんどを占めてたガソリンいくらかかったのっていうところなんですけども、年間ですね20万円かかってました。まあ、ほとんどはですねやっぱガソリン代っていうことが分かったところで、まあ、次ですね食費ですね。はい。食費なんですけども、1年間の食費はズバリですね 10.2 万円、まあ、10万と2000円かかってたということが分かりました。でこれをですね1ヶ月ごと月平均出すと8500円、1ヶ月あたり8500円の食費で生活できていたということが分かりました。では僕のこの1年間ですね、食費もですねグラフで表したところこんな感じになっていて、1月2月3月が極端伸びてるっていうところが分かるかなっていうふうに思います。で僕1年間どんな食べ物を食べてたのっていうところなんですけども、まあ、正直ですね、基本的には自炊が多くて、モバイルハウスで朝昼晩、まあ、3食食べないことも結構あったんですけども、自炊をするというような生活をしてました。食材はどうするのっていうところだったんですけども、本当にありがたいことにですね、いろんな行く先々で、お米であったりお野菜いただけることが多くて、そういっていただいた、食べ物で、生活をしていました。ドーンと伸びてるこの1月から3月のところですね、ここ何が起こったのっていうところなんですけども、この3ヶ月間は僕九州に行っていたんですよ。まあ、この九州での3ヶ月間ですね、ものすごく多くの人とお会いさせてもらう、そんな3ヶ月間でした。人と会わせていただく機会が多いとどうしてもこう食費がかさんだり、まあ、一緒にご飯食べましょうみたいなことが多くて、まあ、それでですね、まあ、どうしても食費がかかってしまったというのがありました。続いて娯楽交際費ですね。娯楽交際費の、年間どんな感じで月ごとにかかってるのかなっていうところなんですけども、見るとこんな感じでですね、まあ、6月にやたらかかってるっていうのがありますね。で、まあ、6月これ何があったかっていうと、まあ、いきなりですね、まあ、富山であったこう音楽イベントに行って、まあ、そこでちょっとドーンといくらかな、まあ、8000円ぐらいお金がかかったっていうのがあったりして、まあ、お金がかかってます。まあでもですね、それを考え振り返った時にこう食と交際費っていうのをやっぱしケチりたくないなと、こう人との公演一緒に過ごさせていただく時間っていうのは大切にしたいなと思ったので、まあ、ここは大事にしていきたいなというか、変にケチりたくないなっていうふうに思いました。
はい、まあそんなことを言いながらもですね、じゃあ誰とでもこう一緒に時間を過ごそうっていうと、まあすごいドライになっちゃうんですけども、まあそうではなくって、やっぱしある意味ですね、付き合いの断捨離というか、まあ、誰と付き合うのかっていうのもすごく大切だなっていうふうに、まあ、今回振り返って思ってですね、まあ、時間っていうのはどうしても有限、どうしてもまあ増やせないものなので、そこをじゃあどう使うかっていうのはものすごく重要だなっていうことを今回改めて考えました。続きまして通信と情報ですね、まあ、ちなみにこれがかかったお金、カテゴリー別だと4位になるんですけども、通信費はこんな感じになってます。まあ7月と8月ですねかかってるんですけども、これはじゃあ何があったのっていうところで言うとですね、実はこのタイミング、もともと僕ソフトバンクの、回線だけ使っていたんですけども、ここでですねファミファイっていうポケット Wi-Fi ですね、今ちょうど持ってるんですけどもを、導入し始めました。これですね、はい、ファミファイ、使い始めて、まあ、この時ソフトバンクとファミファイがこう被ってるんですね。なんで、7月8月に関してはお金が、増えてるっていう感じです。はい、でもその後ですね、まあ、ソフトバンク解約して、ファミファイ1本にしました。っていうのも基本的にはモバイルハウスで生活してるんで、まあ、パソコンと、携帯電話は常にWi-Fi があればどちらも使えるというふうに考えたときに、まあまあ、ポケット Wi-Fi 一つあれば全て通信賄えるなと思って思い切って、まあ、ファミファイにしました。まあ、ファミファイの宣伝ってわけじゃないんですけども、月々、まあ、4000数百円で通信制限ないんですよね。使い放題 でソフトバンクの回線使えるんで電波が届かないとかっていうこともないので、まあ、正直重宝してます。まあ、デメリットもあって、やっぱし携帯電話ともう一つポケット Wi-Fi を持ち運ばないといけないっていうのはやっぱし手間だったり、この Wi-Fi ルーター自体のバッテリーが結構弱いんですよ。で、まあ、電池がなくなっちゃったりっていうな感じで、まあ、電波が、届かなくなるっていうことがあったりします。なんで、まあ、このグラフで見るとですね、まあ、12月1月3月なんかはまあポケット Wi-Fi の、お金のみっていう感じになってますね。でじゃあ2月とか11月ちょっとそれより増えてるのは何っていうところなんですけども、まあ、電話代がかかってて、まあ、ちょっと電話をする必要があって電話代かかっちゃってるんですけども、まあ、言ったらあの電話回線つないでないというか、電話回線あの契約してないので電話番号正直ないんですよ。でじゃあ電話どうするのっていうところなんですけども、まあ、そこでですね、まあ、そのプチ情報なんですけども、楽天が提供しているスマートークっていうアプリがあって、こちらのアプリすごくて、なんと電話番号を取得できるんですよね。 IP 電話って言って通信あのインターネット通信で電話するような形にはなるんですけども、まあ、電話番号を取得できるので電話会社に契約しなくても電話番号を取得できるというアプリになってます。はい、プチ情報でした。続いて、日用品ですね。日用品見ると、こんな感じになってて、まあ、正直もうほんとまばらですね。まあ、で傾向的になんとなくもう6月8月かかってるっていう感じが あるかなと思うんですけども、これはですねやっぱし生活ですね、切り替わりタイミングっていうのでやっぱし物っていうのは必要になるんだなっていうことを感じていて、例えばですね、まあ、最初の方にあ半永久的に使える洗剤ってあるんだ、あこれいいなと思って、で環境にも優しいっていうので買ったのが、ベイビーマグちゃんっていうやつですね。でこれマグネシウム、純度の高いマグネシウムで、汚れ落とせるよっていうやつで、はい、使ってます。はい、で続いて8月ですね、買ったのが、モンベルのシュラフ。でこれ僕持ち物紹介の時にも、紹介したんですけども、モンベルのバローバッグの1番使ってます。はい、でこれは北海道で、まあ、夏8月に行ったんですけども、おっと結構夜寒いなと、いうことでですね、これそろそろあったかいシュラフ買っとこうっていうことで、買いました。はい、まあ、今回、分かったのは生活スタイルを切り替えるタイミングっていうのは、まあ、ある意味こうお金がかかるんだなっていうことが分かって、まあ、通信費を切り替えた、新しいものが必要になった、ある意味モバイルハウスの初期投資っていうのが必要になったり、まあ、ある程度やっぱし何かこう新しいことに挑戦するっていう時にはお金がかかるんだなっていうことが分かりました。続きまして、最後、お風呂ですね。でお風呂なんですけども、衝撃のですね年間1万1180円っていうことでですね、まあ1万2000円もかからない、つまり月1000円もかかってないっていうことが今回分かりました。正直これには僕も驚いたんですけども、まあですね、まあ、これちょっと言うべきか言わぬべきかっていうのはちょっと悩んだんですけども、まあ、夏はですねこんな感じで、川に浸かってたんですね。でこれゆるゆるでの光景なんですけど、ゆるゆるすぐ隣にこう沢があって、
で夏やっぱ暑いんで朝、昼で夕方みたいな感じで、まあ、1日に 3,4 回こう川に入って体を冷やすということをしていました。まあそんな感じですね、まあ、お風呂代わりというか、まあ、汗を流すなんてことをしていたりしましたね。はい、まあそんな感じで、まあ、必ずしもお風呂っていうのは必要ないと、夏は特にですねないのかなって思ったり、あとお風呂も自分で作れちゃうよっていうので、まあ、これあのはい在庫ビレッジゆるゆるなんですけども、まあ、ゆるゆるのですね五右衛門風呂にゆるゆる滞在中は入らせてもらったんで、その間をお風呂代がほとんどかかってなかったりっていう感じでですね生活させてもらいました。でさらに僕がこういろいろ行ってびっくりしたのが九州、やっぱし九州温泉多くてなんですけども、古湯温泉っていう町があって、そこはですね町民だとお風呂代が1回130円とかなんですね。でやっぱ各家庭にお風呂がない、もしくはお風呂があってももうみんな基本的には使ってないっていうような状態だったんですよね。まあ、その時にやっぱ温泉のある暮らしってすごい豊かだなっていうふうに思いました。まあ、そんな感じでですね、まあ、お風呂っていうのは自分で作ったりみんなで共有するっていう形が実はすごくいいのかななんて思ったりしました。そしてですねここで、急になんですけどですね、実はちょっとここまで見てくださった方々にですね謝罪があります。何っていう感じなんですけどもですね、実は本当のこと言ってよ、もっと出費ありました。ただですねちょっと今回ちょっとそれは入れないでいいかなというか、モバイルハウスに直接的に関わらない、もしくは人によって値段が大きく変わる、ものっていうのを一旦省きました。はい、でちなみにどういうものを省いたかなっていうところなんですけども、まず一つ目が生命保険ですね。実はちょっとサラリーマン時代に生命保険っていうのがちょっと意識高いな、だからこういうのもいいかなと思って入っちゃったのがあって、生命保険っていうのがものすごくかさんでたのと、あと自動車保険ですね。でこれもすごく恥ずかしい話なんですけども、このトラック買った時にですねこの長さっていうのに慣れなくて、ちょっと駐車場で車にぶつけてしまうっていうことがあって、自動車保険代がガッと他の方よりも高いというようなことがあります。あとですねこの年だけかかった出費っていうのも実は省きました。はい、で例えばですね、JAF の契約費3年分っていうのの、3年分を、まあ、1年分に換算して入れていたり、あと、ポケット Wi-Fi の契約料、そして、ソフトバンクの解約料ですね、こちら両方ともやっぱし数千数万円ずつかかってるんですけどもっていうものを省いたり、あとタイヤの交換代ですね。タイヤこれも1回買ってしまえば数年使えるんですけども、初期投資的にかかるものだなというふうに省きました。まあ実際の出費、じゃあお前結局いくらかかったんやと、1年間でどんだけお金払ってっていうところを、正直に言います。実際のところは117万円かかりました。僕がですね最初にお伝えした金額との差が56万円もあります。はい、すいません。でもこの56万円のうち、じゃあ内訳どうなってるのっていうところで言うとですね、実は生命保険がめちゃめちゃ大きくて、生命保険だけで年間ですね 34.4 万円払ってるんですね。はい、で今回、まあ、こうやっていろいろ見直した中で 34.4 万円と、僕のこの年間の出費の中で3分の1以上が生命保険なんだっていうことが分かりました。その時にこれ今僕本当にいるかなということを考えた上でですね、思い切って解約しました。はいですね、まあある意味こうやって1年間ですね、まあ、振り返った中で、そういった自分の出費を見直す機会に今回なりましたね。はい、というわけでですね、まあ、今回いろいろ細かく見た中でですね、2020年度の、出費予測ということで、ズバリ出費70万円でやっていきたいなというふうに今回思いました。でちなみにこれは、車検代込みです。はい、だいたいこのモバイルハウス、車検代7万円ぐらいかかるんで、まあ、車検代込みですね。まあ、今回全部ひっくるめて70万円でいけるっていう、まあ、ところの、その根拠というか、まあ、なぜそこに至ったかっていうところなんですけども、まあ、まず一つ大きいのは、まあ、保険解約したっていうのがやっぱ大きいですよね。でもう一つがこのモバイルハウスで生活した1年間はやっぱし出費の半分が交通費、まあ、特にガソリン代だったっていうことが分かりました。はい、まあ、そんな中でですね今年はモバイルハウスの集まるエコビレッジを作ろうと思っているので交通費が減るなというふうに思ってます。な
なんでですね、今回、保険と、交通費が減るっていうことで、70万円ですね。で、まあ、保険と交通費減るんだったらもう50万円減るじゃんと、ドーンと減るじゃんと、って言った時に70万円あれちょっと弱気なんじゃないのっていうところなんですけども、やっぱしちょっと新生活、まあ、新しい生活スタイルに、挑戦するというところでは、プラスアルファのお金がかかるかなと思って、まあ、大体ざっくりですね、まあ、70万円ぐらいかかるんじゃないのかなっていうことを、予想しています。まあ、ということでですね、まあ、今回のまとめっていう感じなんですけども、まあ、家賃が減って、まあ出費が大幅に減ったっていうことが分かりました。まあ、やっぱしですね、モバイルハウス生活始めることによって、まあ、東京に住んでる時だと年間100万円かかってた家賃っていうのがなくなることによって、まあ、劇的にですね出費が減ってるっていうことが分かりました。やっぱしですね、今回出費を見直したことによって、まあ、保険を解約したり、ああここもっと減らせるな、あここは減らしたくないなみたいなことが分かりました。なんでですね、まあ、月々でも年間でもいいと思うんですけども、まあ、自分の出費っていうのをちゃんと把握しておいて、それを見直すタイミングを作るっていうのは、ものすごく大切なことなんだなっていうことを、まあ、当たり前なんですけどもね、思いました。さらにですね、削っていく時のポイントなんですけども、固定費から見直すべきだなっていうのをすごく思って、まあ、僕の場合はですね、まあ、家賃を見直した、で保険ですよね、あとは通信費っていうところでですね、まあ、その固定費っていうところから削ると一気にこう自分の年間の出費っていうものを抑えることができるので、自分の固定費ですね、何にお金をかかっているのか、何に毎月お金をかかっているのかっていうことですね、見直す、ここをじっくりと考えるっていうことはすごく大切だなと、ポイントだなというふうに思いました。あとはですね、やっぱり生活必須分野は少しでも自分で作るっていうのはすごく大事だなと思っていて、まあ、つまり家、食品、そしてインフラ、まあ、そのエネルギーっていうところですよね。でやっぱモバイルハウスに住んでるともちろん家賃はかからない。で今回、まあ、食費に関してはもういただいたもので行かさせてもらってたんですけども、まあ、そういったものをですね自分で作れるようになりたいなっていうことを今回ですねすごく強く思いました。でさらに言うと、やっぱし何か起こった時に、電気、水、っていうところですね、自分で持っていくっていうのはすごく大事だなと思って、まあ、そういった生活の必須分野を自分で少しでも作り始めるっていうことは、生活費を抑える意味でも自分の、生活をより、身軽なものにするっていう意味でもすごく大事だなというふうに思いました。まあ、今回ですね、まあ、1年間そうやってお金を見直したことによって、じゃあ自分が1年間にどのくらい稼がないといけないのかなっていうことも、今回、こうやって見直すことによって見えてきました。で自分の必要なお金、出費が分かれば自分の稼がないといけないお金が分かる。で自分の稼ぐべきお金が分かると、あこのくらい自分はあれば生活できるんだっていうふうになるんで、不安がなくなるんですよね。やっぱし不安って僕何かなと思った時に、分からないこと、見えないことなんじゃないかなっていうふうに思っていて、そこがやっぱし、分からないと、自分の稼ぐべきお金が分からないと、それってすごく不安だなっていうふうに思うんですけども、そこが分かれば自分の心の安心にもつながるなっていうふうに、思いました。まあ、ここでですね考えたんですね、あじゃあ心が落ち着いたなと、自分ってどのくらいの生活が必要なんだろう、自分にとって幸せってなんだいうことを今回も考えてですね、まあ、幸せっていうのは、まあ、この1年間それをテーマにしても生活してきたので、まあ、いろいろ考える時間があったんですけども、幸せっていうのはですね人次第なんじゃないかなっていうところが今の僕の、結論なんですね。まあ、つまりはですね、やっぱしそのある程度お金がある生活をしたいっていう方もいると思いますし、自分の このくらいの生活水準とこのくらいのお金があれば幸せって思えることも幸せだと思うんですよね。なんで自分の幸せはどのあたりなんだろう、自分の幸せってどんな形なんだろうっていうことを考える、実はお金との付き合い方っていうのは幸せについて考えることなんじゃないのかなっていうことを、今回思ったりしました。ということでですね、あなたにとっての幸せというものも、考える、きっかけになったら、すごく嬉しいなというふうに、思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。